あの。 ラプンテジェリグサッカーチャンネルをつんです。というで、今回は浦和レッツ対大分トリニーターですね、えー、本祭対愛,、えー、愛人のゲームなんですけれども、えー、マッチレビューやっていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたしますということでございまして、まあ、結果を、えー、ご存知の方多いんじゃないかと思いますけども、本当劇的な、えー、ゲームになりました。んで、今回はまあ、ゲーム内容の振り返りもそうなんですけれども、えー、それ以上にですね、変化のあった、まあ、ポジティブな変化のあった 選手を何人か最後、えー、紹介しようと思っておりますまでよろしくお願いいたしますということでございましてですね、まあえー、このチャンネルはですね私、まあ、浦和レッズのサポーターの私でございますけども、えー、地元九州の J リーグクラブも応援しておりますのでこの、えー、浦和レッズとか、まあ、J リーグの九州クラブに興味があるよという方はですねよかったらチャンネル登録をしていただけたらなと思っておりますよろしくお願いしますということでまずじゃあ両チームのスタメンからいきます かねえー、スタメンご覧の通りになりました、まあ。トップ下に武藤選手という形になりましたね、えー。小泉島とのダブルボランチを形成ということになりました。で、大分左のウィングバックですね、香川選手が、えー、スタメンでございまして、で、ワントップはね、まあ、PK を前回外してしまった伊佐選手がスタメンということになりました。さあ、このゲームの結果、はこうなりました。ということで、浦和が3対2で勝利ということになりました。えー、まあですね、試合内容としまして、本当、面白いものを見せていただき いいったなっていう浦和がします、まあ、裏側ですね最先よく西選手のゴールで、えー、先制するんですけどもしかしあれよあれよと大分に逆転を許してしまうということでございまして、まあ、結果はですね、まあ、こんな感じなんですけども課題も、ね、見つかった、まあ、それはそれでいいゲームだったのかという感じで、えー、思っておりますけどもさあ、マッチレビューいきましょうかね、えー、田中達也西川ということで、まあ、元大分コンビコンビではないか、まあ、また元大分の OB の選手たちなんですけどもしかし、まあ えー、この2人が本当に活躍してくれた、まあ、決勝点を挙げたのは田中達也なんですよね実際は決勝ゴールは、えー、田中達也選手なんですけどもしかし、やっぱり、えー、後半アディショナルタイムの西川、えー、ゴールキーパー西川の,、えー、あのセービングとか見ていると、まあ、この2人で一 1> 1. 勝ち点勝ち点3のうち1.5と1点5ずつ分け合うぐらい本当それぐらい価値のあるゴールと、まあ、価値のあるディフェンス最後見せてくれたなって感じで見ておりますけれどもねで、まあ、課題としましてはプレッシングかリトリートかということでございまして、まあまあ、プレッシングかリトリートかって書いてますけどもこれが結構今日浦和レッズはよろしくなかったかなとこう、まあ、先制した後ですけれども、まあ、前の前線の選手ですね秋元選手武藤選手杉本選手は結構プレスに行くんですけど しかし、このプレスに後ろの選手もボランチから後ろの選手がなかなかついてこないサイドバックとか、まあ、ボランチがなかなかラインを押,押し上げることができずにこうセンターサークル付近にぽっかり穴が開いてしまう中心がありましたでこの後ろと前の,この連動性がないからこそぽっかり開いた真ん中を町田大和に使われてしまうという、えー、そういうシーンが多かったかなと思いますねで。これ結構難しい問題でで大分の守備が非常に良かったんんすよねこうななだろうラレ、まあ かららしたたプレッシングで行きたいきどん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 んプレスをかけて、えー、コンパクトに行きたいところではあるんですけどもしかし大分のこの選手たちビルドアップのところですけどもこの浦和のプレスの剥がし方が非常に非常に非常に良かったさすがまあ、これは片野坂監督が仕込んできたんだなって感じで思っているんですけどもしかしやっぱりこう浦和レッズが、ね、本来やりたいこのビルドアップの形を大分がやってきたのかなって思っております。やっぱりこう裏はレッツもこの大分にに同様にまを、あ、を引き込んで相手を引きき込込んんでで一気に 展開していくみたいな、えー、ビルドアップ狙っているんですけどもそれはやっぱ大分がうまかったしどうしてもプレッシングに行った後剥がされてしまうのが怖いからこうなかなか後ろがついてこなかったっていうのも、えー、あるのかなでそこのこうリトリートで行くのかプレッシングで行くのかっていうそこの判断がなかなかね前半つかなかったからこそ、えー、あそこぽっかり空いてしまったとこ町田大和とか、えー、シャドウの選手に使われてしまって失点っていう形ピンチを迎えるシーンもそうですけども、えー、多かったのかなって感じがします。 プレッシング、リトリート、うまくいかず、で、まあ、ぽっかり穴が開いてしまう、コンパクトさがなかったかなって感じで見ておりますけれどもね。んで、牧野のゴールですね。まあ、西選手のゴール、あれは本当、その前に、牧野のゴールの前に、西選手の先制ゴールですけども、あれは逆に、西選手が鹿島アントラーズにいたときに、対浦和戦でよくやっていた形でございますね。こう外からのクロスに対して、西が、サイドバックの西選手が、浦和のゴールに突き刺すみたいなことが何回もありましたけども、なんかそれを彷彿とさせるようなゴールだったかなって思いますね。で まあこのチェジュ戦の森脇を思い出したのは牧野ですね牧野のかえー、同点ゴールかえー、同点ゴールのシーンですけどもこうチェジュ戦って言ったらあの、えー、乱闘が起きたゲームですね a c l でチェジュと浦和レッツがやった時には試合後にちょっと一思いあった、えー、鬼ごっこがあったあのチェジュ戦でございますけれどもあん時もですね、えー、左サイドからのクロスにえー、牧野牧野じゃないえー、森脇かあん時は森脇か左サイドからのクロスに森脇が決めて詰めて決めるという、えー、そういうゴールシーンがありましたでこの試合なんかやっぱこの同点ゴール牧野のゴールシーンって。 なんか牧野が森脇に見てたちょっとややこしくはなるんですけどそれぐらい本当あそこしっかり牧野が残って,残っていたんであそこのクロスにしっかり反応することができた非常にそれ大きかったと思いますのでいや本当素晴らしいゴールだったかなと思いますね。で,、まあ、でその後決勝ゴールを田中哲哉選手にげるんですけども、まあ、それはちょっとまたこのあと話すとしておいて、まあ、変化のあった選手たちということでこちらでございますね変化のあった選手たちということで効果の薄い駆け引きをしていた子が1人いますね。この効果の薄 い駆け引きをしていたと男さそれ誰なんだいというと、えー、杉本健佑でございますんで,でこのね、うん、変化のあった杉本健佑なんです僕はこれはいい意味で捉えておりますまあ確かにここ書いてますけど結果として杉本のこのラインブレイク相手ディフェンダーとの駆け引きはあんまり効果を生まなかったこう相手選手を引っ張るわけでもなくみたいなちょっと中途半端な感じは、うん、あったんですけどただ僕はそれはいい変化と 捉えておりますます、あ、この試合に関して言うとまあ、何回も言ってますけどあんまり効果はなかったかなって感じなんですけども今までの杉本憲勇選手ってどうしてもワントップを任されると1列降りてしまってまあ、連結役といいますか羽生役になってくれてはいたんですけどもしかし、えー、そんなにお前が降りてきてどうすんだっていう感じがあったただ、この試合に関しましては少し引いて受けるのが武藤でその裏にいるのが杉本みたいにちゃんと役割があった。 で杉本健佑選手からしたら、あ俺降りなくても今日無武藤がいるじゃないかっていうことで、しっかりそのラインとの駆け引き、最終ラインとの駆け引きに集中できたっていうのが、僕の中であるのかなっていうのが、えー、正直ある、こうん、本当ね、効果はなかったですし、この杉本があんまりラインブレイクするシーンって、そんなになかった、まあ、先制点のまあきっかけになったシーンは1個あったんですけども、それ以外で言うと、あんまりなかった、うん、ただやっぱりその駆け引きをするようになったっていうのは、大きな変化と思いますし、今後、杉本、これ、生きてくるんじゃないかなと思いますね。 でまあ、あと改善するされつつあるポジショニングというのは決勝ゴールを挙げた田中達也選手ですね結構、この田中達也選手個人の能力は、えー、素晴らしいものが、うん、あるんですけども 田中達也選手は多分リカルド監督がやってほしいことがまだまだできていなかったと思うんですけどこの試合に関しましてはしっかりまあこの試合っていうかまあ、湘南戦のアシスト決めたシーンも、えー、そうなんですよねだから結局、田中達也選手は、まあ、前回の湘南戦でアシストでこの試合は決勝ゴールということでまあ、2得点に2試合連続で絡んでいるということでこうし しっかり中でポジションを取るようになったのは、彼の僕は変化かなって思います。田中達也選手ってどうしてもサイドアタッカーとして任された時に、サイドのタッチラインいっぱいいっぱいに受けて開いて受けて、そこからどうかしようという選手でございまして、あんまり中でポジショニングを取ることが、えー、なかったんですけれども、この間の湘南戦もしっかり中に絞ってプレーをすることができていた。この中に絞ってプレイすることができるようになると、まあ、リカルド監督のやりたいことをやっているのかなって思っておりますね。で多分今日のの決勝ゴールのシーン もうも今までの田中達也だったらちょっと中との距離があって外から大外から中に来るような感じだったんですけどえこの試合は決勝ゴールのシーンですねまあそう小泉が結構え頑張ってくれたからこそちょっと田中達也が中に絞ってくる時間があったというのもえあるんですけどもしっかり田中達也の意識が外ではなく中にあったからこそあそこでゴール決めることができたのかと思っておりますねだからそういう意味では田中達也の今のえ今の裏割れの役割与えられた役割っていうのを東南戦に引き続いて今日もしっかり体現することができたこれはだから本当に田中達也のいい意味の本当に 前向きなな変化かなと僕は思っておりますねで初めて成功した選手交代ということで初めてではないのかも実際知れないんですけどこうリカルド監督が就任してからの浦和レッズ今シーズンですけどもあんまりこう途中交代の選手が流れを変える試合ってなかったと思うんですよねこう途中から入った選手のアシスト途中から入った選手の活躍でこう流れが変わったとかそういうゲームは少なかったと思うんですけどただこの試合はまあ決勝ゴールを挙げた。 田中達也もそうなんですけど途中交代で出た選手がしっかり結果を出したゲームかなとまあえー、コロキーもですね結構、ほっそりして、まあ、ほっそりっていうほっそりでも、えー、ないんですけども結構まあ減量に成功してといいますかそういう意味でも、えー、体のキレが戻ってきていますので今後、えー、期待もできますしまあ、途中出場した選手が、えー、結果を残してくれたかなってで、もっと戻って言うならば田中達也の決勝ゴールの前ですねあそこ、ゆるきがしっかりボール収めて外に展開した。 秋元選手ですけれどもねユルキがボールを収めて、でプレッシングで結構体つけられたんですけども、もそこでしっかり秋元選手にパスを出すことができた、そこから秋元選手を運んで決勝ゴールが生まれたという形でございますので、この途中交代で入ったユルキもまひと仕事しているっていうことでございまして、ここはやっぱり、えー、まあ前節じゃない、えー、ルヴァンカップの湘南戦も、えー、そうなんですけども、ユルキのポジショニングで楽にプレーできる選手が生まれているのは現在、えー、実際あることでございまして、ユルキが直接点には絡んでいないんですけども、しかし まあ、ゴールシーンを巻き戻すとこの間の湘南戦もそうですけれども巻き戻すとゆるきが少し絡んでいたりとか、まあ、相手ディフェンダーを引っ張ってくれたりとか、えー、そういうのがありますので実はゆるきも僕はこの試合良かったのかなって思っておりますけれどもね。はい、ということで、まあうん、初めて成功した選手交代この変化っていうのはもちろんこの、ねえー、リカルド監督の再編が当たったっていうのと、まあ、途中交代で出た選手がしっかり結果を残したということで僕は変化のあった選手たちということで挙げさせてもらいました。はいえー、ということで今回これで以上にはなります。本当、ねうん 苦しいゲームでした、まあ、本当課題も多く見つかったゲームと思いますけどもしかし、やっぱりこうしっかり最後勝ち切る力西川選手、本当に素晴らしい、えー、セービング、えー、ありました。 こういう苦しいゲームを通して、まあ、一歩一歩、まあ、強くなっていけばいいのかって感じがしておりますけれどもね。え、ということで、来週はですね、また、今度福岡で、福岡とのゲームがあるということでございまして、まあ、え、愛人第2ラウンドということになるわけなんですけれども、え、ここでですね、まあ、しっかり、アビスパもね、今、連勝中で本当強いですからね、え、当一筋縄でいかれると思いますけれども、え、ちょっと、本当頑張ってほしいと思いますね。はい。え、ということで、今回、浦和レッズのお話でした。まあ、大分もですね、本当え、これから、まあ、改善、まあ、久しぶりにゴールを奪える と思いますし、まあえー、今まであんまりこう長澤選手をうまく効果的に使えることができていなかったんですけども、えー、この試合に関しましてうまく長澤選手を使うことができていましたといたと思うのでこれをどんどん続けてほしいと思いましたね。はいということで以上パロブンズェリーグサッカーチャンネルを包んでした、えー、次はルヴァンカップですね水曜日ルバンカップがありますのでまた頑張りましょう。とう、えー、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということでさよなら